マがどんな音楽でも感動的に聞こえるようにすごくナチュラルなバランスで整えてますので、ジャンルは問わないです。問わないですけど、ぜひウイスキーを飲みながら聴いていただきたいなと思います。あのウイスキーのメーカーとして多彩な原酒を、丁寧にブレンドして一つのウイスキー、いわば作品を作り上げていく仕事でした。これが音の世界でも同じ、一つ一つのハイクオリティな音をこうブレンドして、作品を作り上げていってるんだなと。でその作品を作るためにはハイクオリティなヘッドホンがなければそれが実現できないと。まさに非常にハイクオリティな音を楽しむことができるということをこのプロジェクトを通じて知ることができました。ですからもちろん音楽に興味があったり普段からオーディオに精通している方たちにも使っていただきたいとは思いますが、でも肩肘張らずにウイスキーを飲みながら音楽を楽しむ、そんな至福の時間をこう過ごしていただくのもいいんじゃないかなって思っています。高崎というのはその音楽の街だということをこのプロジェクトを通じて知ることができました。本当に素晴らしい音楽、それからそこにウイスキーという、本当にこうゆったりと大人の時間を過ごしていただけるような飲み物と合わせて楽しんでいただければ、より、楽しい、時間を過ごしていただけるんじゃないかなと、思いますので、ぜひ、ウイスキーも音楽も、両方楽しんでいただきたいなと思っています。お酒が大好きな、特にウイスキーが、大好きな世代の方にですね、そのお酒を飲むひととき、その時間を、いい音楽とともに、そしてここに、ハウジングに刻み込まれている樽の年月、イチローズモルトのイチローさんが込めたその思いみたいな、そういう人生みたいな物語も含めて、一緒に味わっていただけると嬉しいなと思います。なので普段は若い人から、いろんな人に聞いてもらいたいんですが、今回は、働いて頑張ってきたお父さんに聞いていただけたらと思います。はい、高崎市の皆さん、ここは音楽のある町といって、もともとは、群馬交響楽団があったり、伝説のバンドボーイが出た町です。その町でそういう文化を絶やさないように、僕も今こうやってタゴスタジオでレーベルを立ち上げたりミュージックフェスティバルをやったりいろいろ頑張っていますが、今回この新しいヘッドホンが、出ましたので、ぜひそれを皆さん聞くことによってもっともっと音楽に対して興味を持っていただいたり、音楽のことが好きになっていただけたらと思います。よろしくお願いします。